まさと選手のはるかに続いてるなと思いますんで、不利は不利だと思うんですよ。パンチで倒すしかないですね。両目に1分、マサトのダメージ。これは1日3試合を戦う。ナイスアッパー。ワンデートーナメントの宿命です。スピードの格闘技として勝つしかないですね。マサト選手、ブアカオ、さあ右のローキック。 マサト選手はやっぱ蹴りすぎで足も痛めてると思うんですよね。その辺が心配ですが、ブアカオは全然痛めてませんからね。そうですね。左さんはポイントはどんなところですか。そうですね、ブアカオ選手の蹴りに対してマサト選手のパンチでしたね。なるほど。須藤さんはどうですか。そうですね、同じくやはりマサト選手パンチ当ててるのがキーだと思うんですけど、 メタの選手っていうのは多分あんまり強い選手いないと思うんですよ。マサト選手の重いパンチを叩き込む感じですね。これって言っちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。それは本当にただ、順位のパンチこうしましたからね。ブアカオ、それだけうまいので、強い、左さん、ブアカオ、強いですね。ブアカオ、さすがのムエタイ選手です。立ち技最強か。久々のムエタイか。 すぐ見えたように見ました。左手クラム、ブアカオのハイテック、両者なく、足技を飛ばす、右膝から左ミドル、この上段前蹴りが嫌いですね。足を飛ばす、自由自在に足を飛ばす、グラミックの足技、キープとしますよね、ブアカオが。立ち上がり、マサト苦戦、立ち上がりはグラミックペース、長いパンチで。 乗せない方がいいですよね、あんまり。そうですね、リズムのせない方がいいですね。何かこう乗ってくると波状効果でどんどん出てくる感じのグラミック。マサトのローキック、振り込んできた、ハイキック、グラム構成、依然として第1ラウンド、やはりこのグラミックが最強のムエタイ選手だったか。 マサトの状態、前蹴りが腫れているマサト、前蹴りが冗談だから流せないんですよね。なるほど。そして足を止めることはできません。さあ、第1ラウンドは残り10秒となろうとしております。ロキックアンドランツ、ミヤキック、これをガードしている。第1ラウンド、 須藤さんもこの序盤からちょっと面食らってしまうような、この前蹴りの範囲ですよね。そうですね、これ。さあ、第2ラウンド、ブアカオか、それともマサトか、連覇に向けて七夕決戦、マサト第2ラウンド。一発パンチ当てれば流れ変わると思うんですよね。なるほど。 マサト、マサトサイドですけども、柔らかい長打ですね、スピードがとにかく容量を受け、下がると来るから、とにかく動けという指示です。そうですか、上島アナウンサー、マサトサイド、下がると投げますね、下がってしまった、打ち切り、ドーバンスリップ、ブアカオのローキック、マサトさん、ブアカオのブアカオサイド、まず驚いたのは、1分間あっという間に息を整えてしまいましたよ、ブアカオは。そうですか、そしてね、普段通りにあまり派手にやるなと、前蹴りで距離を取って、どんどん蹴って、そういった指示です。 小笠原アナウンサー、ブアカオサイド、さあ、笑顔さえ見えるようなこのブアカオ、余裕がうかがえております、ローキック、ミドルキック、ブアカオの足技、ムエタイの締まる足技、前蹴りで流れて入れないんですよね、ここから入った方がいいですね。なるほど、成功法に正面から行くんではなく、サイドから回る、1分半がまもなく経過しようというラインラウンド、この前蹴りで距離を取ってくるブアカオ。 マサト、左ボディ、アッパー、クロス切った、ハイキックはガード、さあ、マサト、パンチで勝ちを見出せるか、パンチ
3ラウンド終了。
連覇を目指す日本。厳しいでしょうね。痛そうですね。顔見ても。このブアカオの膝あるいはミドルキック、生里もそれだけガードしてると言ってもだいぶ受けてますから。ガードの上からも効きますよ。これだけの切れる蹴りだと。そしてこのローキック。こんなに攻められた正人を見るのは初めて。判定の結果が出ます。ジャッジ水岡雅人29対28、赤ブアカオ。まずはブアカオ。ジャッジ中野は悔しい29対29。ドロードロードロー。さあ3人目はジャッジ大谷安心29対29。ドロードロー。延長です。延長に入ります。延長です。判定は1対0、ドローが2人、あとブアカオは延長戦。さあ連覇に向けて延長突入。マサト、ブアカオミドルキック、踏み込みマサト。さあ迎えたい最強選手ブアカオのミドル捉える。ミドルを返しましたと。繰り返しますね。すごい。繰り返して蹴り返した。2人。左フック。完全には捉えられないか。右のストレートを出ます。ブアカオのうまさがある。これはどうしてないですね。マサさん、マサトサイドですけどね。三原会長はですね、とにかくお前ほど強いパンチを持っている男と、そして勇気を持っている男はいないんだ。とにかく前へ行けということです。ブアカオのミドルキックはマサトの腹に入る。今の引いた。そしてティタも入りました。マサさん、はい、アマトロなブアカオサイドですね。やはりね、信じられないということでエクストララウンドですね。しかし相手には効いていると。トーラップランを徹底的にやられてほしいです。ミドルキック2発、マサトパンチで応戦。パンチで返したマサト。マサラアンサーブアカオサイドでした。さあエクプリが警戒いたしました。さあ頑張れ。延長は2ラウンド用意されてはいます。さあしかし下に伸ばす。左のダブルを伸ばしていったマサト。連打を切っていいんですかね。マサトの目はどれだけ見えているのか。大きく赤く跳ね上がっているマサトの両目。明らかに序盤の戦いとはマサトの目はその威力が違うでしょう。左のキックガードしますよ。ガードしますよ。ストレート伸ばしていったマサト。ムエタイ戦士並べて伝統と誇り。ブアカオコーブラブック、なんといってもハングリーな22歳。左、ナイスローキック。ローキック左のインド。カウンター。いいですよ、いいですよ。カウンター狙いか。その膝を耐えている。延長ラウンドは1分を切りました。疲れてる時に腹にもらうと一気にいきますよね。さあ右ハイキックが来た。右を伸ばす。耐えて、そして勝つことができるか。マサト左ミドル。ブアカオしなるような、無知のようなこの見えたいの蹴り。右ハイ食らっている。マサト食らっている。左踏み込んだ。まだマサトの足が止まらない。あれだけ食らっていながらマサトの足が止まりません。残り15秒を切った。さあ延長のラウンド、このラウンドで決着がつくか。10秒を切った。22歳、ムエタイ選手、ブアカオを相手に苦しむマサト。ここで延長ラウンド終了。判定に入ります。判定に入ります。マサトかブアカオか、延長は判定です。これだけマサトの目が腫れ上がっています。初めて見ましたよね。そうですね。マサトが勝つか、あるいはブアカオが勝つか。代々木の1万4000大観衆、判定の結果を待ちます。日本人初の世界王者マサト、連覇はなったか。ジャッジ水岡マサト10対9、赤ブアカオ。ブアカオ延長、中川圭介10対9、赤
しょうか。それは見えないか。すぐ見えていました。ハイテク、ブアカオのハイテク、容赦なく足技を飛ばす。右膝から左ミドル、この上段前蹴りが嫌ですね。足を飛ばす、自由自在に足を飛ばす、グラビックの足技。キーキとしますよね、ブアカオが。立ち上がり、マサト苦戦。マサト、頑張ってほしいな。立ち上がりはグラムックペース。なんとかパンチで勝ちを生み出そうという右アッパー。乗せない方がいいですよね、あんまり。そうですね、リズム乗せない方がいいですね。何かこう乗ってくると波状効果でどんどん出てくる感じのグラムック。マサトのローキック。うわ、振り込んできた。ハイキック。リズム、ひざキック。グラム構成。依然として第1ラウンド、やはりこのグラムックが最強の三重大選手だったか。おーつまぎり、マサト後輩、両目が腫れているマサト。前蹴りが上段だから流せないんですよね。なるほど、決して足を止めることはできません。さあ第1ラウンドは残り10秒となろうとしております。ロキックアンド、ランツー、ロキック、ハンド、フォローガードしている。第1ラウンド、足技の雨あられ、ムエタイ選手、ブラムック、マサト大。須藤さんもこの序盤からちょっと面食らってしまうようなこの前蹴りのハイですよね。そうですね、これ。さあ、第2ラウンド。ブアカオか、それともマサトか。連覇に向けて七夕決戦、マサト第2ラウンド。一発パンチ当てれば流れ変わると思うんですよね。なるほど、そのパンチどこでどのタイミングで捉えるか。距離が危ないですね。はい、からフック、ブアカオ。あ、いいパワーと、いいパンチ、連打が欲しい。マサト頑張る。いいパンチ受けるんだね。初期戦でチャンスありますよ、ね、あります、あります、あります。膝、右ストレートを飛ばしてくる。マサさん、はい、アンボーダーのマサトサイドですけども、井原会長がですね、まあ、スピードだ、とにかく横に動け、下がると来るから、とにかく動けという指示です。そうですか。という石川アナウンサー、マサトサイド。下がると思いますね。下がってしまった。打ち切る、ドバンスリップ。ブアカーのローキック。マサさん、はい、ブアカーサイド、まず驚いたのは、ね、1分間あっという間に息を整えてしまいましたよ、ブアカーは。そうですか。そしてね、普段通りにあまり派手にやるなと、前蹴りで距離を取ってどんどん蹴ってくる、そういったシーンです。小笠原アナウンサー、ブアカーサイド。さあ、やはこう笑顔さえ見えるようなこのブアカーを余裕が伺えております。ローキック、ミドルキック、ブアカーの足技、ムエタイの締まる足技。マギリーなかなか入れないんですよね。ここから入った方がいいですね。なるほど、成功法に正面から行くんではなくサイドから回る。1分半が間もなく経過しようという第2ラウンド。この前蹴りで距離を取ってくるブアカーを。左ボディ、いいボディ、マサトの左ボディ、アッパー、クイを切った。ハイキックはガード。さあ、マサトパンチで活路を見出せるか。パンチで活路を見出していきたい。膝が振る。そうですね、膝、膝が飛んでくる。マサト選手の目が上がってですね、見えにくくなってでしょうね。左目がすごい張ってますね。明らかに準決勝の第3ラウンドだから、そのちょっとこう見づらくなっていそうな、そんな感じがいた。チャンスですよ。これ流れ変えますよ。さあ、ストレートのコンビネーション。さあ、聞いてますよ、聞いてますよ。前蹴り、振り込んだぞ。聞いてる、聞いてる、聞いてますよ、聞いてますよ。追われるものの、そのプレッシャーがマサトという男をまた1年間で強くしてきた。ここ頑張るところですね。さあ、前蹴り、ロキック、パンチ、パンチ。マサトのロー、左クリック、聞いてますよ、聞いてますよ。膝が来た、クワカオの膝が来た。惜しい、金が悲鳴を上げる。惜しい、惜しい。さあ、マサト、やはりリズムはパンチから。マサト本来の戦い、本来の距離を取りたい。下がっちゃった、ニュートラルコーナーに追い詰められた。まっすぐ下がらない方がいいですね。そうですね、もうやっぱりね、これだけ激しい試合やってますから、いくらマサト選手といえどもね、やっぱ下がっちゃいますよね。ブアカーのミドル、ローからミドル。攻めて攻めてきた。
ました。しかしマサト、しかし倒れないこの体と心の強さ。いやー、兵隊最強までやってますからね、マサト選手。3年目を迎えた世界一決定トーナメント、最高レベルの戦いとなっております。同じくやはりマサ選手パンチ当ててるのがいいだと思うんですけど、ムエタイの選手っていうのは多分あんまり強い選手いないと思うんですよ。マサ、はい、選手の重いパンチを叩く方がですね、はい、取っていっちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。それは本当にただ、ね、ジョン・ウェイのパンチこうしましたからね、ブラカオはそれだけ上手いので。前蹴り、前蹴り、マサと連覇か、ムエタイ復権か。マサト連覇か、それともムエタイ復権か。一目動く、一目でしたね。サイドラウンド左右、あ危ない、ここからサイドラウンド、あ危ない、サイドラウンド、あとかけ、横横よっしゃ、もうね横なったらですね、とにかくマサト選手は倒されてもいいからとにかくかけてますよね、パンチに。はい、このファイナルラウンドに全てをぶつけるマサトとブアカオ。マサさん、はい、マサトサイドですけども、はい、あのコンビとにかくショートの連打を出せと、本当は取れるぞという指示が出ています。そうですか、ショートの連打、シガーアナウンサー、マサトサイド、ブアカオ前を詰めてくる、バイエー顔を捉えた前蹴り、なんという高さか、すごい前蹴りですね。左アッパー、マサさん、はい、当たったのはブアカオサイドですね、こちらは、ね、打ち合いに付き合っちゃいけないというシーンですね、離れてキック、そして近づいてきたらキックで膝、そういうシーンです。はい、さあ、ブアカオサイド、さあ、ファイナルラウンド、ニュートラルコーナーに交代マサト、さあ、詰めていく、マサトのファイティングスピリット、連覇へ向けてのチャレンジ、左右の連打、ロキック、ブアカオ、
アウトフを切った膝膝ミドルキック、まだパンチ死んでないですよね。いやパンチは死んでないです。これはさすがマサト選手ですね。食らっても倒れない、そしてパンチも死んでない。いやもう足ももうかなりもう痛いんでしょうね。痛いでしょう。力入ってないですよ、ね、感じですね。あれだけミドルをガードしておりますマサト、二の腕が髭を上げているでしょう、はい、あ足効いてますねマサト選手。ファイナルラウンド1分を切った、踏み込んだワンチャンス、最後のチャンスに全てをかける、ワンチャンス、残り30秒勝負、ワンチャンスにかける体力しか残ってないですよね。ここは強いしかないですよ。アッパーで倒したい、そうマサトがかかった方法ですね。バカオ選手もう無理してないですもんね。さあ残りは間もなく20秒、連覇なるかマサト、それとも見えたり復権か、世界一の様マサトか上川か、七夕決戦代々木のリング、ブリッジ出てますね。残り10秒切った、時間がない、時間がない、いけ、ここで3ラウンド終了、3ラウンド終了、勝負は判定に。連覇を目指す日本、厳しいでしょうね。痛そうですね、顔表情見ても。このブアカオの膝あるいはミドルキック、生里もそれだけガードしてると言ってもだいぶ受けてますから、ガードの上からも効きますよ、これだけの切れる蹴りだと。そしてこのローキック、こんなに攻められた正人を見るのは初めて。判定の結果が出ます。ジャッジ水岡正人29対28、赤ブアカオ、まずはブアカオ、ジャッジ中野和平介29対29、ドロードロードロー。さあ3人目はジャッジ大谷敦史29対29、ドロードロー、延長です、延長に入ります、延長です。判定は1対0、ドローが2人、あとブアカオは延長戦。さあ連覇に挑む延長突入、マサト、ブアカオミドルキック、踏み込みマサト、さあムエタイ最強選手ブアカオのミドル捉える、ミドルを返しマサト、繰り返しますね、すごい繰り返して蹴り返した、2人ミドルキック、完全には捉えられないか、右のストレートを伸ばす、ブアカオの上手がある、これは少し前ですね。マサさん、はい、マサトサイドですけどね、三原会長はですね、とにかくお前ほど強いパンチを持っている男と、そして勇気を持っている男はいないんだ、とにかく前へ行けということです。ブアカーのミドルキックはマサトの腹に入りました、今の腹引いた、そして膝も入りました。マサさん、はい、アマトーナーブアカーサイドですね、やはりね、信じられないということでエクストララウンドですね、しかし相手には効いていると、こうなったら徹底的にやられてほしいです。ミドルキック2発、マサトパンチで応戦、パンチで返したマサト、